はい、皆さんこんにちは。今日はハオルチアをインスタグラムで販売したいと思いますので、その紹介のために YouTube で動画を撮って苗の紹介をして、受付の方はインスタグラムの DM ということで、販売をしたいと思います。それではまず1本目です。1本目、紫オブツーサニシキの葉差しで順調に成長している苗で一番大きいものです。で、見ての通り非常に腑の入りが良くて、一番成長も早くて大きくなっているものなので、とてもいいと思います。私葉差しの紫オブツーサニシキいくつかやっていて、他にあと 4,5 本やっているのと、あと胴切りの苗から順調に芽が出てきた感じがするので、今大きくなっている苗、まだ大きくなっているといっても3センチはないと思うんですけども、その苗を販売したいと思っています。まずこれが1本目の苗です。それで、まあ手持ちにしない、手持ちにしちゃうとブレちゃうので、まあこのまま固定のサイズ、固定の撮影でいきますけども、このまま手持ちで撮影、手持ちじゃなくて、このまま固定で撮影しますけども、この通り、斑の入り方は文句なしの極上斑入りだと思いますね。それで、窓の透明感もすごい伝わると思います。で、紫オブツーサの特徴として、粉絵の時には、のぎが少し出るんですね。で、こういうふうにのぎ出てるんですけども、中心の葉っぱに行くに従ってのぎが少なくなってるのがわかると思います。これはまず紫オブツーサとして、私はほぼ間違いないんじゃないかなと思って今栽培しているところですね。ちゃんとした丸窓ですし、で、斑の入り方は非常に良いですね。まずこれを販売したいと思います。これをもし興味のある方はインスタグラムの DM の方にご連絡ください。続いて紹介する苗は、はい、続いて紹介する苗は万蔵錦です。こちらは種を購入して、ヤフオクで購入した種で未消した万蔵錦の多分繁殖苗になると思うんですけども、2011年に未消した苗の繁殖苗になると思います。まあそうですね、ちょっと違う角度からも撮ってみますか。斑の入り方すごいいいと思いますね。で、まだ中苗なんですけども、全部の葉っぱに斑が入ってるし、内側の斑の入り方もすごいいい感じだと思います。この苗も販売しますので、もし興味のある方がいらっしゃいましたら、インスタグラムの DM にこれもご連絡ください。はい、万蔵錦でした。はい、続いては万蔵オーロラですね。オーロラそのものですね。私が初めてオーロラを手に入れたのが2011年か12年くらいだと思うんですけども、当時100円玉サイズくらいのものを3万円で購入した苗そのものになりますね。やっと大きくなって自分のところでも根差しや葉差しで繁殖できた苗がいくつかありますので、こちらの親苗を販売したいと思います。まあ、オーロラについては、ヤフオクなんかでも非常によく流通していて、組織培養苗が、十分に出回ってるかもしれませんが、さすがに名品だけあって、これくらいの綺麗な万蔵っていうのは、やっぱりなかなかないと思いますね。で、今回販売するのは、この通り親苗です。交配の即戦力として使えると思いますので、次のシーズン、次花芽が上がってきた時には、他の万蔵と交配して、オーロラのこういうガラス質の爽やかな白線模様っていうものを遺伝させる交配を楽しむのもいいんじゃないかなというふうに思っています。で、
こちらのオーロラについては、まあ、コナエもあるんですけども、そのコナエの栽培を私これから楽しむことにして、オーロラのこの親苗は、どなたかに販売するということに、決断しました。よかったら興味のある方は、こちらもインスタの DM で販売しますので、インスタグラムの DM にご連絡ください。詳細、価格などをお知らせします。はい。それでは次の苗に移ります。はい。次はこちらの、オーロラ万蔵の未生の選抜苗ですね。こちらは私が未生したオーロラの未生苗になるんですけども、非常に気に入っている苗です。何度もYouTube で紹介してきました。こちらは管理名などはつけていないんですけども、私模様に関してはオーロラよりも、元苗のオーロラよりも気に入っていて、飛び散る白線模様、そしてガラス質の窓を遺伝を受け継いでいて、それでいて、非常に形がよく丸型、ドーム型になるという、型も良いですね。フォルムがとても良いと思います。この万蔵も、粉絵がもう、私、繁殖した苗が手元にありますので、こちらの親苗は、販売することに決断しました。決意というほどでもないですけどもね。はい。というわけで、こちらの、親苗も販売できます。そんなに高い値段は設定しませんので、最初高い値段設定して、ご連絡くださる方に、お値段お伝えすると、やっぱり高かったらしくて、購入には至らなかったので、今回さらに値下げしたお値段で、販売したいと思いますので、ぜひお問い合わせしてみてください。はい。続いては、先ほどのオーロラ未生選抜の苗の粉苗ですね。管理番号 N-21 にしてましたので、これ N-21 の、根差しの繁殖苗ということで、これは非常に粉苗なのでお安く販売できると思いますね。はい。ドークローンなので特徴はもう親苗と同じで、親苗になると先ほどのような綺麗なドーム型のガラス質の飛び散る白線模様に緑筋や赤筋のような模様が現れてくるんじゃないかなと思ってます。でも、こういうサイズにしてすでに模様が出てるんですね。葉っぱの中心からもう模様が出てるんで、やっぱりこれはいい万蔵ですね。オーロラと完全に違うところは、オーロラはこういうサイズでは模様は出ません。オーロラについてはもうちょっと大きくならないと窓の中心からの模様は出てこないので、やっぱり交配したことによっていい方につながって模様が早く出る感じになってるのかもしれないですね。はい。それで今日の最後に、販売苗としてご紹介するのは、第2弾ができましたということで、たびたびご紹介してきたんですけども、大蚊錦も私もう元親も手放しちゃったんですけども、十分に楽しみました。大蚊錦についても、これまだすごい小さいんですけども、粘りも良くて順調に成長してます。で、こういうふうに斑の入り方も、外側にちゃんとこう、斑が入っていますし、はい。入ってますね。全部の葉に斑が入ってるのと、こういうふうに上から見ても、窓がこう、ちょっとこう、ダークに見えるじゃないですか。暗っぽい感じに見えるじゃないですか。これは斑が入ってるっていう、証になるんですね。なので、これはもう大丈夫な、大蚊錦になる、ハオルチアですね。
はい、でこれちょっと私迷ったんですけども、大岡錦私が自分で未消した苗で十分に楽しんだし、これからはあの私紫オブツーサ錦のあの未消というか、自分のところで紫オブツーサ錦のようなものを作りたいと思いましたので、大岡錦も販売してもいいのかなと思って今回販売するということに踏み切りました。はい、それでこれに大岡錦についても興味のある方は DM で、お問い合わせください。やっぱりあのまあこれ1本しかないもので、大岡錦お屋内1本どなたかにお譲りしたものの他にあるものはこの1本で2本しかないんですね。なのでお値段はそんなに安くはできないかとは思いますけれども、あの透明度がすごくて、あの大岡錦ってあの品種登録されたあのちゃんとした名前なんですね。私のオリジナル品種ということで品種登録されたものなので、もしよかったらこれを受け継いでくれる人を募集します。販売するのでぜひお問い合わせくだされば、お値段などお知らせしたいと思います。はい、それでは今日はインスタグラムで販売する苗ということで動画を撮りました。あとYouTube チャンネル登録の方が増えていただいて大変嬉しいです。 YouTube チャンネルを登録していただくと、あとはベルボタンがあるので、ベルボタンをオンにしていただくと私の YouTube チャンネルが更新されると通知がいきますので、ベルボタンのオンもお願いいたします。それでは今日はインスタグラムで販売する予定のハオルチアの、ご紹介をさせていただきました。最後までご視聴ありがとうございます。次の動画でまたお会いしましょう。Have a nice day.